関東グルメウォーク、健太店長のパワーフード、第1弾。はい、どうも、こんばんは。おはようございます。こんにちはというわけでですね、KTC 放送局の健太店長です。はい、今回ですね、僕がですね、ここ最近、最近っていうほど最近でもないんですけども、ここ1年ぐらいですね、食べたもので、美味しかったものを、美味しかったもので写真に残ってたものをですね、スライドショー形式で紹介していきたいと思います。というちょっと若干 YouTuber っぽい動画。はい。まずね、早速第1枚目がですね、これ皆さんご存知、これコストコです。ソフトクリームとホットドッグと、あとソーダ、コーラですね。あとクラムチャウダーが奥にあるんですけど、これソフトクリーム200円です。これ、すんげえでかいの。で、めっちゃうまい、これ。で、ホットドッグ、めっちゃうまい、これ。ね。20秒しか1枚ないんで。はい。説明しきれねえ。これがね、川崎のですね、仲見世の方にあるね、仲見世まで行かないんだけど、片無無双さんっていうですね、馬肉、専門店っていうわけで、馬肉の料理が美味しいお店の、綺麗なスイーツです。はい。片無無双さんよく行くんですよ、好きで。これがね、馬肉カルビですね。目の前でね、ガスバーナーみたいなのね、焼いてくれるんですけど、これむっちゃうまいんですよ、これ。馬肉がね、本当にね、好きになる。はい、ぎこちねえね。で、これ、なんだこれ、桜ユッケか、これ。馬肉のユッケかな。多分。いつ取ったやつだって、これ1年以内なんか忘れたけど、これうまいよ。これうまいね、普通に。おしゃれだよね、器がね。ぎこちねえの。これメインのね、これメインの馬肉。の馬刺しです、これ。いろいろ。いろんな部位の。これがね、片無無双さんのね、あれです、本当に。18番メニュー、看板メニューですね。これ本当に美味しい、この馬刺し。ぜひ食べてほしい、川崎に来たら。というわけで、これ2万、ごめんなさい。ぎこちない、噛みすぎ。で、これがですね、これどこだ？これどこだ、これ。これあれだ。これあれだ。あれだよ、ほら、原宿のキャットストリートの方の、あれ、なんだっけ、ほら、はい、やばい、20秒終わる。あれ、ビレッジヴァンガードカフェ、ダイナー、ビレッジヴァンガードダイナー、の、チーズバーガー的な、ハンバーガー、的なやつ。そう、これ、本当か、これ。確かこれ、ビレッジヴァンガードカフェだか、ダイナーだか、名前も定かじゃないんだけど、そんな感じ。結構美味しかった。個人的にはオレンジジュースがめっちゃうまかった。はい。これ、おすすめ。キストリーツの、アイス。これね、美味しいんだよ。うめえんだよ、これ。エイプとかね、シュプリームとか、ところにあるんですけど、キストリーツっていうね、セレブがね、好きな、キストリーツ、キストリーツってアイス食ってみて、これラーメン、これラーメンです、これラーメン。お店の名前とか全然映ってねえの、これ。これラーメン、これね、川越かどっかだよ、確か。埼玉の、もう有名な、並んで行列で食ったんだもん、これ。清兵衛だか、西兵衛だか、なんとか兵衛、読めないんだけど、清兵衛だか西兵衛だかっていうところのラーメン。これ。清兵衛？西兵衛？清兵衛なのか西兵衛なのか、清兵衛なのか西兵衛なのかっていうね、永遠に出ないね、テーマです。答えは出てんだろうけど、どっちか分かんなかった。でも美味しかったですね。淡麗なんちゃらかんたらっていうあっさり系のね、あれ美味しかった。これ銭湯。これ銭湯。これ銭湯の、コーヒー牛乳と、瓶の牛乳。やっぱり銭湯言ったらね、瓶の牛乳系、瓶のミルク系の飲料飲みたいよね。飲んだよね、これで。で、瓶のコーヒー牛乳うまかったし、瓶のこの牛乳もね、やっぱり、ね、銭湯行ったら美味しいよ、これ。で、これ、三崎口。これ三崎口。これ三崎港。これ神奈川の三崎港っていうですね、漁港があるんですよ。そこの、マグロ切符っていうのを京急さんやってるんですよね。食事と、あとアクティビティ1個と、あと往復の交通費が込みで3000なんぼっていうね。で、これうまい、めっちゃこれ、わ、これまたコストコ。これコストコ。これまたコストコ。ソフトクリームとホットドッグ1枚目と変わんないやんけ、これ。ね、1枚目とメニュー変わんないやんけ。これは、T シャツ着てんの、これ俺のオリジナル T シャツ。この T シャツ俺のオリジナル T シャツ買って。蜂の巣のように見えるけど違う、これは。ビッグチャーリーです。
ビッグチャーリーティーヤーです、これ。ソフトクリーム、本当うまいよ、コストコの。これ、マザー牧場。あ、これ中華街。うん、これ横浜中華街の、これ、どっかの中華屋。うん、全然、どっかの普通の中華屋、これ。中華街の中だけど、どっかの普通の中華屋。そう。で、手前にあるのがルーローファン。で、台湾かなんかの屋台で有名なルーローファン。で、奥にある俺が食ってんのが、エビマヨネーズチャーハンで、見て、この顔。すんげえ量多いの。うん。で、この前に小籠包食ってるし、ごま団子も食ってるし、いろいろ食っての、このエビチャーハン。すんげえ量多いの。うん。見て、この顔。うん。決してこれ満足そうな顔ではなく、うん。やられてる顔ですよね。食いすぎたっていうね。これまあ、中華街、あれですね。これ川崎大師。うん。これ川崎大師のくず餅さんで。お店の名前をね、一切ほとんど取ってないので、これ自己満の写真紹介になっちゃってるだけですね、これね。親戚のおじさんちとか遊びってね、見たくもないね、アルバムをね、見せびらかされるっていうね、それと同じようなレベルのね、この写真スライドショー。これ千葉。これ千葉。これ千葉の、これ千葉の、中村屋さんっていうね、唐揚げ屋さん、そう、唐揚げ屋さんっていうか、唐揚げ専門店的な何かの、専門店、ハンバーグもあったかな。ここの唐揚げくっそうめえからね。ここの唐揚げ食ったらくっそ、ほんと最高にうまいから。これ芸能人ご用達だから、これ。なんかもうこれ動物公園駅あたりだったね。これラーメン全然関係ない。これどこだ？東門前だね。これはね、川崎です。本当に。たまたま、食いました。はい。ホームセンター行った帰り食いました。店の名前忘れた。けどまあラーメン。食ってんのは俺。これ、ジョナサンだね。これ、ジョナサンだね。これ、すんげえ、普通の顔してんね、これね。これ、メキシカンピラフだかなんか食ってね、勇ましく1.5倍食ったらね、すげえ量が多かった時の、1枚。全然関係ねえ、これ。これ、なんで乗せたんだろう、俺。モザイク処理まで顔しちゃって。ね。おかしいね。なんか止まってない？止まってない？なんかこれ、画面止まってる？俺だけ止まってる？これ、編集中の画面止まってるよ、これ。これカレー、これカレー、これ川崎のどっかのカレー屋さん。これカレー屋さん。これカレー屋さんね。これもカレー屋さん、同じカレー屋さんね。アングルが違うだけ、そうね。口に巻いてるのは、おしぼり。こういうインドカレー屋さん結構俺好きなんだよね。これもう日本の中のリトルインド、リトルインドなんですよ。こういうカレー屋さんの中でインド感を楽しめないね、一緒にダンスを踊らないやつはもうね、これラーメン屋、これ蒙古タンメン、これ蒙古タンメン、このスライドショーのペースにね、若干1名ついていってないんですよ、僕。これは最高にダサ作の動画になるな。これを蒙古タンメン、俺辛いの食えないで、あ、これソルビン。これ、今、現在、ね、2018年、ね、10月、これまだ未だに流行ってる行列、並んで食べた、かき氷的な、韓国系かき氷スイーツ、ソルビン。これすげえうまかった。俺が奥で食ってんのが、なんか、あんこ、なんとかかんとかで、手前が、なんか人気メニューのきなこ餅とか言って、これ、マジうめえ、マジうめえ、もう一回食いてえ、これ、ほんと、ソルビン、ね。すげえよ、これ、メルビンじゃないよ、ソルビンだよ。メルビンじゃないよ。ソルビン、めちゃめちゃうまいです、本当に。溶けるように、なんか入った。俺、食レポできねえな、俺、多分。本当美味しかったんで、並んで食う価値あると思います。もう一回行きたいです、俺。これね、珍しく看板から入ったね。これ、パンケーキハウス。そう、パンケーキハウス。ね。これどこだ？これは、下北沢か。これ下北だな。吉祥寺だな。どこだよ これ吉祥寺だ、多分。井の頭公園の近くにあったところ、パンケーキハウス。違うか？多分そうだ。同じ。そう。パンケーキに目がなくてね、パンケーキよく食ってんすよ。最近食ってねえね。パンケーキと言ったら俺と言ったらパンケーキみたいなね。もう切っても切れない関係ですよ、パンケーキとは。本当に。これ最高まだ。バナナとクリームってね、相性。これね、これ、なんだっけ、パブ。パブロ。そう。コンビニとかでもお菓子売ってるの。チーズケーキのお店です。このシェイクがね、マジでうまかったっすわ。これ、本当に。これパブロ。これマジでうまかったっす。本当に。最高。パブロ。チーズケーキのお店。これどっかのね、これね、川崎のビーフバンク。ビーフバンク。川崎のお店ばっかりなんだけど、これワンカムビーフバンクっていうね、ローストビーフ専門店ですね。安いしね、結構うまいっすよ。ここ。持ちってテイクアウトもできるんで、ぜひ行ってほしい。
ええ、まともに紹介できたのはこれ初めて。10分手前でやっと初めてまともに紹介できた。川崎のビーフバンクゲッツ。駅です。京急と JR の途中ぐらいにある。ビーフクの店の隣ですね。僕が小中学生、中学生ぐらいからあるビーフクの店の隣にできました。ビーフバンク。ね。ビーフバンク名前がいいよね。肉の銀行。肉銀行っすよ。卑猥だね。エロいね。そう。肉銀行。エロくねえね。エロくねえね。この肉はエロい。ローストビーフ。めっちゃうまい。これはね、全然関係ねえ。これね、どっかの寿司屋さんの、なんだっけ、これ結構、蒲田とかね、多分そっちの方だと思う。違うな、梅屋敷だな、これ。このね、トロタク、マジうまかったんで、これ、パッと取っちゃいました、これ。これマジうまかった。今まで食ったトロタクの中でナンバーワンだったね。これね、池上だね、東京の池上。これ、とんかつの円楽さんっていうね、お店なんですけど、むっちゃとこのとんかつうまい。まあ、高いんですけど、それなりに。うまい。ここのとんかつは食って損はないと思う。こんなに柔らかいお肉で、で、油がね、甘いんだよ。これ。うめえの、これ、とんかつ。本当に。トントンカッカ、トンカッカっていう感じですよね。頭の中でもう流れてくるメロディーが。トントンカッカ、トンカッカってね、頭の中でメロディーが流れてくるぐらいうまいとんかつ。油がね、普通とんかつ食ったら口の中血だらけになるでしょ？衣で口の中切って。これ全然なんないの。これ関係ない。これはね、池袋のエッグって店ですね。卵料理が美味しい店ですね。なのに、卵料理の写真はね、残ってなかった。ね。なんか自分でね、これチョークみたいなのがあって、テーブルに絵描けるんですよ。その絵だけはあったっていうね。このドラえもんみたいのが、ね、こうなるっていうね。卵料理一切映ってないっていうね。じゃあなんで俺これチョイスしてこれ入れたんだ、これ無理やりっていう。そこまでして紹介ね、2枚も使ってるからね。40秒使ってるよ、この絵の紹介で。ポテトがかろうじて映ってるけどね。まあいいか。まあいいだろうっていうね。これまたハンバーガー。ハンバーガー好きなんだよね。俺ジャンクフード大好きなんで。これね、グレートバーガーさん確か。違うか？じゃあそうだよ。グレートバーガーこれ。結構店内おしゃれでね。これ、ビレッジヴァンガードカフェだから、ダイナーの本当にすぐ目と鼻の先にあるんで。まあどっちもはしごしてください。はしごしてください。これハンバーガーのはしごしてください。これね。これグレートバーガーね、めっちゃうまかったですよ。これ本当に。ああ、グレートなバーガーだなーっていう感じで。もう一言で言うならこれグレートバーガーって感じですよ。本当にもう。一言で言うならグレートバーガーって感じですよね。二言で言うならグレートなバーガーだけど、一言で言うならグレートバーガーですね。二言で言うならグレートなバーガー。一言で言うならグレートバーガー。なんか言うね、これ。次がね、これね、これ結構マニアックなお店。ここどこか分かった人はね、100点満点あげちゃう。花丸10個あげちゃう、これ。あのね、川崎のね、もうほんと東扇島っちゅうね、港の方にあるんですけど、そこのね、会社のっていうか、なんか食肉センターの食堂みたいなのがあるんですよ。ミートアイランドっていう店なんですけど、紹介してもらっちゃった。ぜひ行ってください。食堂なんですけど、食べログに載ってます。これ、カッテリーラーメン、ふぐ茸、これね、千葉。ロッククライミングっていうか、なんかの変な、ボルタリングみたいな、なんか変なとこにやり、クロスポーツとかいうとこにやり行った帰りに、たまたまあったんで入ったラーメン屋でした。だから全国3位って言うから取っといた。むっちゃこってりしてたね。すごい量でした。なんか店長がね、俺麺昔何キロ食ったことあるとか言ってたから、俺も食えっかなと思ってね、大盛りにしたんだけど、つらかったね。っていうエピソード。次なんだ、次なんだ。珍しく待ってると。これモンスターグリル。これ五反田のモンスターグリル。これ結構ね、行きました。ここには、モンスターグリルさん。ステーキ屋さんですか？ステーキハウスですね。ハンバーグも売ってるよ、モンスターグリル。キャッチーですよね、お店の面構えがね。100点。でね、安いんですよ、こうモンスターグリル、お肉が。俺は行ったらめっちゃ食っちゃうからね、こんな感じで。トレーニーはね、肉めっちゃ食うんだよ。いいね。お肉の奥に控えてるペプシーがいいよね。俺一応ね、でもね、ペプシーがコクがコーク、コカ・コーラ派なんですけど、まあ、たまにペプシーのこういうね、青いね、あれもすごいいいなって思っちゃいます。よくわかんないけど、これ築地。これ築地。築地。そう、築地行きたいなと思って移転する前に行ったんですよ、前に。ここ美味しかったっす。築地行ったんす。これですね。美味しかったっす。ね、築地。ちょっと休憩。喋り疲れた。
OK、レッツゴー。これ、タコベルです。グアム行った時にね、結構気になってたんだけど、一回もなんだかんだで食わなかった。なんだかんだで食わなかったんです。これ、タコベル中、なんかタコス屋的な感じなんですけど、もう最近ではないんですよね、これね。よく考えたら、この写真、むっちゃ前の写真ですわ、これ。最近ここ1年の動画とか、スライドショーって言ったけど、これ嘘だわ、これ。1、2年前だ、これ2年ぐらい前だな。道玄坂に日本1号店みたいなのがオープンしたんで、そのオープンしたての頃に行った写真なんで、2年どころじゃねえかもしれん、これ。結構前だ。うまいっす。タコベル好き、うまいっす。うまいっす。スライス。スライスチーズ、うまい、うまい。ここね、なんだ、どこだ、これ。チッチッチッチン、東十条銀座ですね。鳥台っていうのかな、これ。なんていうのかな、これ。鳥台かな。なんでこれ、ちょうだいかな。ちょうだい？ちょうだいじゃない？これ。なんていうのこれ、鳥台？ちょうだい？まあ、そんな感じの名前の、見て、これ。めっちゃ食欲そそんない？この絵面。で、買ったんですよ、俺、いろいろこれ。うまかったっす。この時まだウォーキングの会っていうのをね、僕、主催してまして、ウォーキングの会って言っても2人しかいなかったんで、会じゃない。ユニットっていうね、そういう感じだったんだけど、その時に食べ歩きみたいな感じで食ってました。はい、これゴールドラッシュ、ね、有名な、ね、もう言わずと知れたハンバーグ、ね、店でございます。ゴールドラッシュ、ね、狂気の桜にも出てましたね、窪塚くんたちが、食べてましたね、山口くん。ね、食べてましたね、ゴールドラッシュ。僕、ゴールドラッシュ、多分ハンバーグ屋さんの中で一番お世話になったのはこのゴールドラッシュですわ。で、これ定番この4つのね、ハンバーグ。すげえ。しかも安くてうまいっていうね。渋谷に行ったらゴールドラッシュみたいな感じですね。カン君が大暴れしたね、クラブの、同じビルにあるのね、ゴールドラッシュ。よく行ったなー、ゴールドラッシュ。最高だったよ。で、最後になります。これ、つくばの谷田部東インターから降りて、ちょっと走ったところにある、僕が日本で一番おすすめ噛んだ、おすすめするラーメン屋の、飛翔さんです。鳥パ、ここの、鶏、白湯の濃厚鶏白湯、ぜひ食ってください。くっそうまいです。ぜひつけ麺で。以上。いかがだったでしょうか。最後のつくばのね、鶏白湯、飛翔の濃厚鶏白湯、マジでうまいんで食ってください、本当に。濃厚系好きな人はぜひ食べてほしいです。っていうわけで、20分弱喋り倒しました。いかがだったでしょうか。多分喋らない方が良かったんじゃないかな、この動画。うるさいだけだよね、俺が喋ると、本当に。今に至ってはね、画面真っ白のままね、このうるさい闇な喋りだけが延々と続くっていう、この地獄の時間、ね、地獄の時間みんなどう過ごしてます？今、何してます？歯磨いてますか？ご飯食べてますか？もう寝る前の人とか、間違いなくうなされるよ、このまま寝るの。一回起きた方がいいな。一回起きておしっこしよう。一回起きておしっこして仕切り直そう。ね。そんで、一回頭の中リセットして真っ白にしてからもう一回寝ようね。この多分流れで寝ると、うなされると思うんで。一回ちょっとね、おしっこの起きてリセットして、寝ようと、いうわけで、このままの流れで寝ないでくださいね。間違いなくうなされるんで、うなされた挙句におしっこ漏らします。このまま寝るとおしっこ漏らします。ダメですね。ね、最悪です。ね、夢の中でね、なんかトイレする夢でね、朝起きたらね、漏らしちゃってたみたいなね、あの頃の記憶が蘇りますよ。ね、小学校の頃の記憶が。ね、大抵漏らしてますからね、トイレの夢見ると大抵漏らしてますからね、大人になってからね、たまにヒヤッとするときはありません？ねえ、うわ、トイレの夢見ちゃった、うわ、大丈夫だったみたいなときありますよね。というわけで、僕もう寝ます。さよなら、さよなら、さよなら。